岡市博多区の商業施設キャナルシティ博多の前に来ています。この時間はいつもと変わらない様子ですけども、今から4時間ほど前の今日正午ごろ、この敷地内にある隣のこちらのホテル、キャナルシティ福岡ワシントンホテルの前にですね、多くの警察や消防などが駆けつけ、現場は一時騒然となりました。들어가려고했는데못들어가게했어요。네。네。外国人観光客も多い福岡市博多区のキャナルシティ博多。この敷地内にあるホテル、キャナルシティ福岡ワシントンホテルで今日正午ごろ、従業員から20代の男女2人が客室内で倒れていると消防に通報がありました。2人がいた9階の客室からはガスボンベが見つかっていて、外傷はなかったということです。その場で死亡が確認されました。警察は心中の可能性が高いとみて詳しい状況を調べています。現在のホテルの様子ですけれども、今はちょっと出入りがありませんが、先ほどから多くの人が出入りしていまして、通常営業に戻っています。9階の客室が一時閉鎖されていました。で、この隣ですね、敷地内にある商業施設キャナルシティ博多は朝から通常通り営業を続けています。木戸さん、その後の取材で分かったことはありますか？はい、遺体で見つかった2人は20代の男女ということで、国籍は分かっていませんが、当時の状況が少しずつ分かってきました。警察によりますと、2人はベッドに横たわっていて、そばにはガスボンベとチューブのようなものがあったということです。警察は心中を図ったとみて詳しい状況を調べています。現場から中継でお伝えしました。